カラウマ、または、カラウマとは、騎乗者が騎乗しているべき馬が、何らかの理由により騎乗者が落馬した、際の馬の状態を指す。ゴール前を通過する、カラウマコースを逆走する、カラウマ競馬や、馬術競技における騎乗者は簡素な倉やみにかかっているだけであるため、馬がバランスを崩した場合や体をのけぞらせたりした場合、いとも容易に落馬が発生する。そうして落馬が発生した、 競争馬は鞍上に人が乗っておらず、人による制御が行われない空馬となる。競馬の競争中に空馬となった場合は、馬はその場に停止したり馬群と離れて一走したり、そのまま走ったりと様々な状態となる。空馬がそのまま無人で走り続けた場合、競争馬は落馬した地点で競争中止の扱いとなり、仮にそのまま先頭でゴール入線しても一着にはならず、 賞金の支払いや勝馬投票権の払い戻しなどは一切行われない。ただし2016年までは落馬した地点で再起乗するか起乗後に落馬した地点まで引き返せば競争続行が可能であったが2017年以降はこれが認められなくなったためこの場合でも競争中止となるようになった。カラウマは機種が制御している状態ではないためカラウマが タバの妨害を行っても機上停止などの制裁の対象とはならず、一方で妨害された競争場にも救済措置などは行われない。特にカラウマは安状の制御を失ったことで予想外の動きをしかねないため、接触及び多重落馬の恐れがあり大変な危険を伴うことからカラウマが発生した場合、他の機種は極力カラウマの影響を受けないよう最新の 注意を払ってレースを行う。一方で競争前にカラウマが発生した場合は競争中止とはならず、再起乗してレースに参加した場合は通常通り賞金や馬券の配当なども行われる。ただし、カラウマがコース内外をバナシーマし、結果として馬体の疲労が著しくなった場合は馬体検査を行った後に競争除外となる場合がある。 この場合は競争中止ではないため、そのレースの競争終了後にそのカラウマが関わっている馬券が全て返還となる。また競争終了後にカラウマが発生した場合も馬体検査等が行われないだけで、競争前のカラウマと同様にその馬は競争中止の扱いとならず、馬券の対象となる順位で入選していた場合は、通常通り配当金の払い戻しが行われる。カラウマは、 障害飛び越し時に落馬することが多い。障害競争でしばしば見られるが、平地競争でも特にバランスを崩しやすい。スタート前後に騎手が落馬することが多い。カラウマを確保する係カリンカラウマが発生した場合、基本的に騎手もしくは付き添いの救務員が速やかに髪や腹帯を捕まえることで馬を確保することができる。ただし、馬が暴れたり移送したりした場合は、放馬となり、 カラウマは安城が無人のままで暴走を始める。競馬場内でカラウマが発生した場合は、競馬場の従業員が捕獲作業を行うことになる。競争開始前にカラウマが発生した場合は、この捕獲作業が行われるため、カラウマが確保されるまで競争は開始されない。一層状態のカラウマの捕獲は大掛かりになるため、カラウマが発生した場合はしばしば競争開始時間の 変更が行われる。競馬場外で、カラウマ外走を始めた場合は、一般人に著しい身の危険が生じるため、競馬関係者の他に、警察や保健所が出動して、カラウマの捕獲作業が行われる。カラウマは、機種の制御がないため、大外に膨らんだりするなど、効率の悪い走行ラインとなりがちであるが、一方でカラウマとなった、競走馬は機種を乗せていない分だけ軽量な状態での、 走行となるため、しばしばレース中の他の競争はよりも早くゴールを駆け抜ける場合がある。ポルトフィーノは2008年のエリザベス女王杯で、竹豊をスタート直後に振り落とし、カラウマのまま先頭で入戦しており、これはグレード制施行後の GI 競争における唯一のカラウマの一着入戦となっている。この他、天皇賞、秋を制したギャロップダイナは1985年の 札幌日経賞にて、カラウマの状態で一着入線を果たしている。また登りハウツーは2007年2月24日の阪神競馬場での障害レース中に、カラウマのままゲートの開いていた競馬場の場外へ逃走し、翌日のスポーツ新聞の一面に取り上げられている。障害レース中に転倒しカラウマとなったタイタニアムは、最終直線で束の前に現れ、あわや正面衝突となった。 ありがとうございます。